はい、どうもタイガです。今回、13連チャンできるかな。まあなんか勝っても負けてもあんま面白くなかったらカットしようかもとも思ったんですけど、多分長すぎるんで、13連チャンとりあえず予定ではやっていきます。で、まあこのキャラやってるんですよ。で、まああんまり楽しくないですよね。っていうのもまあ迎撃キャラじゃないですか。で、砦の裏を置いて待つゲームがリーダーなんですよ。で、アビリティじゃないんですよ。いやー、そしたらじゃあどうしようかなと思って、このキャラと組むのに何が一番面白いのかって思った結果、こうなりました。ご覧になっていただければわかると思います。やるならとことんやってやろう、やるならとことんやってやろうと思いまして、結果この固定でいきます。とことんやってやろう、やるならとことんやってぶち抜かれたらしょうがないそうやっていこう。5倍いきなり、いきなり5倍。ちょっと待って、欲しい、それは取れて欲しい。足から引いてよかった。さあ、砦を狙いに行きます。はい、掘っていきましょう。はい、 OK。 そしたら早速オジハウ、ちょっと前目に行っちゃおうかな。でね、おっと、いきなりデスが登場。デスは嫌っすね。で、ドネスが活躍してくれないかな。なんとか活躍してほしいところですが。さあ、デスがまだ出てくる。前線に来る。やられちゃうんで、やられる前にやるしかない。さあ、やっていくしかない。やられる前にやるしかない。やられる前にやるしかない。OK。そういうことよ。あ、やべ、待って、ユキンコ使ってね。あれ、これいらないんじゃない、ユキンコ。使ってないよ。どうしよう。どうする？はい。うわ、なんか引かれてる。ユキンコ、しょうがない。助けてあげよう、一回だけ。はい。助けてあげよう。おお、頑張ってる。うちのゼウスが。ちょっと待って、これ動画仕切り直していい？これユキンコである意味なくね？いや、逆、ユキンコは使うんだ。ユキンコは使うから変えられないんだよ。オジハウである意味ある？もう出落ち感満載なんですけど、やるならとことんやってやろうって思ったんですけど、多分オジハウである意味がないんじゃないかなと思いましたので、キャラを見直します。ちょっと見直しますね。どうしよう。どうしよう。いや、某ミスター白ドラは裏騎馬兵でやってましたね。でも自分騎馬兵育ってないんで、ただのフルなんで使えないので、まかといってね、とりあえずやるかとりあえずやろう。なんか出落ち感満載だけど、とりあえずやろう。とりあえずやって、結果、どうかで変えよう。さあ、やっていこう。さて。あ、これバグっすね。マッチングしないやつ。すぐ決めちゃいましょうか。ほら。まあ、こういう系のバグ結構多いですよね。前からあるけど、一回も直らん。難しいのかな。いや、CPU と戦わせてくれてもいいやで。干渉ね、プレゼントみたいな。さあ、ユキンコ、頑張っていこう。いやー、もう2年前は猛威を振るってましたね、ユキンコは。最強キャラ、倒せるキャラいない。
ね、今は最近はもう倒せるキャラが増えすぎて、おっと自販機バチを引いていく。これは行くしかないのか。しかし大型が1本しかいないので回すしかないが、おっとこれはやるしかない。これは臭いぞ。札がだいぶ臭い。これだいぶ札臭いっすね。これコラボネコで取っておじはを出してユキンコ重ねてアークエンジェルとこもる楽しそう。やってる方はまあとりあえずやっていきましょう。3倍、おいしい。倍率がいいっすね。まあボーナスフィーバーではあるんですが、とても良い倍率。もう猫2体いっちゃいますね。欲しいんで、どんなにがあっても。でこれおじはう出してからだよね。ゆきんこ出してからにしちゃうとゆきんこ重ならないんで、おじはう出してからゆきんこ出しますわ。とりあえずコラボ猫前行ってほしい。先に上下に分かれると思うんですけど、さて早速。これちょっと殴られちゃった。え、待って待って、めちゃ削られてるって。よろしくないって。それで、そしてここペンギンで前線行き、さあユキンコもダブル。置いちゃえ置いちゃえ置いちゃえ、置いてしまえユキンコ。さあ置いてしまい、どんどん削っていけ。あ、取られてんだけど。巻いて麻痺入ってる。笑う。え、どうすんのこれ。え、これ無理じゃね。お、これはワンチャンあんのか。まさか悪縁が、悪縁じゃねえ、三つ目ビームがやばい。三つ目ビームがやばい。三つ目ビームもやばいし、よいしょ。いや、三つ目ビームやばすぎだろ。ふざけんなよ。それはないって。それはね、なしだよ。え、やばいでしょ、さすがに。しかもエルフワンパーなんだけど。え、どうすんのこれ。よいしょ、どうした。なんとか倒しましたが、しかしきつい。しかしきついよ。後ろなんかペンギン頑張ってますけど、でもやっぱりきつい。さあコラボ猫を切っていくが、やはりきつい。ここはねコラボ猫を切るしかないので切っていきますが、砦はね無理ですね。守れませんね。いや、三つ目がやばすぎる。何連発ってのあいつ今。これは無理ですね。ペンギンも回り始めちゃったし、あと大砲を撃って天才にしたいですけど。わあ、減られていく。ドーンと。さあ大砲を撃って天才にしたいところではありますが、果たして天才にできるのか。まあ、できますね。天才は三つ目ビームやばすぎでしょ。何連発だったのあいつ。10発ぐらいじゃなかった連発で。ふざけんな。いや、まあおじはうにゆきんこ重ねてみましたが、別に特に意味はなかったかもしれない。おじはうも頑張ったんだけどね。サイクルを寝かして取り取られちゃった。よし、やめよう。ちょっとなんかゆきんこはゆきんこで生かそう。じゃあキャラ変えるんですけど、どうしようかな。ユキンコとなんか面白いのある。ユキンコと組み合わせる。キメラはね金バッジ持ってないので、どうしようか。なんか面白い組み合わせ欲しいよな。じゃあ、え、全然決まんないんだけど。どうしよう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 。全然決まらん。ユキンコと合わせるキャラ。適当でいい？とりあえず。じゃあ、大型戦がやっぱきついと思うんですよ。三つ目ビームも来るし。なので、あ、ダメだ。ケルベドスにするとあれだわ。コロポックルに2枚抜かされるわ。もういいや。サタンにしよう。やっていくぞ。ユキンコおじはう動画だったのに。いや、もうこれはこだわってユキンコおじはうでやるべきだったか。こもるなら徹底的にこもれみたいな動画で勝率悪そう。あれ、またバグってんのこれ。
多いな。これ雪ん工事派を やれってこと、つまりそういうこと。分かったよ。じゃあもうそうするよ。こうすればいいのね。まだ変なおじさん10だけど、そうすればいいのね。 OKOK。 今ね、おじさんハウスの変なおじさん11を取りに行ってます。で今雪んこやってるんですよ。でマルチでは D1 を取れましたので、まあ全然問題はないんですが、ソロでね、雪んこ雪んこおじはうおじはうみたいな風にやらないといけないんで、結構大変で、とりあえず頑張っていこう。あー、ここでね、大型もう一本引けたら完璧やったな、これな。お、行こうか。うん、そこまで悪くないでしょ。あ、フレだ、フレだったっけ。さあ、小森ドラゴンを見せてやろう。大砲撃ってこなければこっち間に合うよ、多分。これ間に合った。それで後ろ投げるのは良くないんだ。まあいいや、これでまた前行ってもらおう。結構コース使っちゃったな。さあ、おじはうがなかなかえぐいことしているが、ドン、探している。これ結構おじはう頑張ってんじゃね。わーい、おじはうが強い。なんだなんだ、何が起きてるんだ一体。地ペンギンも超頑張ってる。これはひどいな。わ、これはひどいな。おじはうがいいゲームしてる。さあ、やられてしまいましたが、このね、豆がね、クレフラ倒してくれるんで、さあ頑張って相手のキャラを削っていこう。それでもあとワンパンなんですよ、実は。さあ、かなりこれは相手からしたら嫌なんじゃないでしょうか。さあやっていこう。さあこれはね、スキルをね打ってしまうので、さあここね、しっかり見て、ここもしっかり見て、いいですね、しっかり前線見ましたので、それでもしっかり奪って、ここもねしっかり見て。なんでこのサイバーカやってんの。さあ、砦を取りに行く、砦じゃねえや、後ろ落としに行こう。でここワインでちょっと剣士で守りながら、ここずっとこういうとこ。よいしょ。いや、おじはうが強かったな、マジで。なんだこのひどい絵面は。ひどいなこれ。いやー、やられたら絶対切れるもん。まあ、次やっていこうか。よし。いや、もうさっきね、サタンにしてさ、やってみたけど、マッチングしなかったし、やっぱり結局ね、これをやれってことなんだよ。一回負けたぐらいで、負けたよね、確かね。一回負けたぐらいでね、やるのやめるなってことなんや。ことなんよ。さあ、サイクロガールにね、ビーマンだけ打たれたら無理だよ、オージハウじゃなくても。しょうがない。もうあれはしょうがない、切り替えよう。オージハウは、頑張った。せっかくね、35にしたんで、ダンゴンまだ振ってませんが、結構、ね、楽しみにしてるキャラなので、やっていきたいですね。で、足キャラがやっぱ欲しいんですよ。おっと、これはひどい札だ。やめよう。これは無理だ。お、これは、行くか。金鉢。使ってみたかった。まあ、剣士見つかった。相手足いるな、これ。あ、いないの？結局、砦をね、全部取りたいんですよ。あと、いるよね、やっぱね。全部取れなきゃ意味がない。
さて、さあ走っていく。ああ、受験者のタイミング見せた。惜しい。おじはも行っちゃおう。いけいけ。さあ、金バチおじは強いぞ。もうよ、フレイ。おじさんハウス。スキルを打て。おじさんハウス。スキルを打て。そして、やられていく。ドーン。さあ、いいダメージ。ドーン。おっと、まさかの。これでキャラが出てきてしまうが。さあ、ヒブロが触っていく。銃剣士を全出ししていく。さあ、トロールがいた。困る。トロールは困る。がしかし、うわ、トロールは困る。勘弁してくれ。トロールは困る。さあ、全部倒していく。全部倒していくが、しかし、上がきつい。頼む、ゆきんこ、作ってくれ、作ってくれ、作れ、お前。早く作れ。リーダーだろ、お前。何をしている?ああ。リーダーとは一体。首がやられてしまいましたが。そして下の、え、下のこれもきつくね、どうするこれ。よし、ウィッチ。ウィッチウィッチ。ウィッチウィッチ。さあ、頑張れ。もう取り出はいい。さあ、ちびくろも出てくるが、ここはもうしょうがない。あのちびくろは流して、一回流して、やりきるしかない。さあ、このウィッチをね、うまく使うしかない。さあ、上にちょっとずらして。さあ、ここね、剣士で見れるんで。さあ、ここしっかり見て、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 もうここ削っていこう。ここは奪える、ここは奪える、ここは奪える、ここは奪える。オッケーオッケー、奪い返したら十分。奪い返したらもうあとは剣士流すだけ。待って待って、やられてる。あ、オッケーオッケー。あ、オッケーオッケーオッケー。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。これいけるぞ。さあ、ウィッチ、殴れそこ。殴んねえか、そこ。いや、もうここ前見るしかないな、時間ねえな。ここはもう前見るしかない、時間がない。いけいけ、前、前見ろ、前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 見て抜け。前を抜け。いいぞいいぞいいぞ。これもしかしてワンチャンの干渉あるかな、ないかな。ワンチャンの干渉を信じて剣士を2体置きましたが、ないそうです。取れてねえし。まあいいか、何度か勝った。いやー、イカ来た時焦ったけどね。ヒドラが何度か間に合ってイカ倒してくれて、銃剣士も出したけど、で銃剣士使いすぎっていうね、4体使った。あそこでさあ次行こう。ユキンコおじはうか。マジか、この固定ありなのか。でもこのこもりまくるね、これ見てる側どうなんだろう。やってる方結構楽しいんだけど、やられてる方は絶対つまらん。さあやっていこう。足キャラと、お、いいね、札。いい札。やっていこうか。火力もあって、足キャラがいて、大型2本。ただ、砦が、まあ、しょうがない。おじはを使ってる以上ね、これはね、こうなってしまうから、しょうがない。あとは、おじはを、使うので、砦守らせるか、攻めるか、どっちか、決めないと。おっと、まさかの、そっちに騎馬兵が出てくる。ゴブリンバイクもいいのか。ここ取られてもいいや。だったら取られたらどうしよう。オジハウ切れないもんな、この位置。取っちゃったよ。え、取っちゃうの、マジ。それよくないって、よくないって、マジで。両方見るのきついなって、それマジきついから、それ両方見るの。きついんだよな、それ両方見んの。マジさ、もうさ、しょうがないな、これ行くしかない。行こう。さあ、後ろ殴られてますね。病気に越えておきましょうか。はい、ここ守って。さあ、こっち来る?こっち来ちゃう。お引越しします。あ、でもいい位置。いい位置じゃない、これ。スキルとね、お前もう。頼むから。お、魅了入った。これはまさか神ゲーなのでは。そして上の位置はこいつで見て、まあ、あのね、あのキャラ名前出てこねえ、あのコブリンはもう後回しでいいでしょ。こうやるしかない。でも俺もあとキャラいない。取られた。え、もうデビル止まんないもん俺。さあ取りに行こう。
さあ、おじはお頑張れ。お前スキル封印かなんか入れろ。スキル、あの、なんか、状態値入れてくれ。入れないと死ぬ。そして後ろのね、預金庫もし突破されたら死ぬ。あ、オッケーオッケー、入れてくれた。さあ、毒入れる、毒毒。あ、寝た。寝たけど、きつい。さあ、倒していく。コストはね、まあ、ちょいちょいあるんだけど、ただこの後がね、マジできついんで。おー、スキル封印入れた。いいんじゃない？これまだ。まだいけんじゃない？わかんないよ、まだ。なんだこの泥臭い試合は。わけわからんぞ。さあ、相手がデビルを貯めている。デビルじゃねえわ。ここで窓した。突き上げてくれ、頼む。取られんな。突き上げろ、突き上げろ。突き上げろ、突き上げろ、突き上げろ。いや、ダメ、ダメ、ダメ。お、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 お。これはまさか？あるのか、まさか。もう後ろは知らん。まさかあるのか、これは。時間が足りないか。なんだこのひどい試合は。大砲撃たれてしまう。おっと、まさか突破できんのか。まさか。さあ、サイがやられていく。間に合わない。ひでえ。なんだこれ。おじはうが引っ越した後に大活躍していく。いや、絶対処理付きにすんならおじはう使うべきじゃない気がするわ。でも頑張った、おじはう超頑張った。あの、釜は食らわなかった。もう分かった、今回は。いや、でもね、200だけめっちゃ美味しいんだけど、でも今回は気が変わるまではおじは裏でいくわ。ちょっとおじさんハウスがね、可愛く見えてきた。さっきのけなげでしょ。デビル3枚抜きしたからね、あそこで。超頑張ってた。でミノ倒して、素晴らしいでしょ。これおじはの力だよ。おじはのおかげだよ。迎撃多くね。これじゃダメだ。まあ、なくはないけど、ちょっと悪縁、まあ、ケルベがいるからいいか。これ、もしケルベがね、金バッジだったら完璧だったな。やっていこう。これは、絶対取れてほしいね。ユキンコ、当時ハウである意味があんまなかったけど、まあまあ、それはしょうがない。相手剣士1体ミスってんな。さて、早速。行きましょうか。コラボ猫。シャークはね、良くない。そのキャラはね、禁止だよ。あ、でも取れそう。さて、ここで一応止めて、さあ、おじはを展開していく。そして、ここでコラボ猫出し、削りに行くが、さあ、いいダメージ。倒していく。デスは効いていない。さあ、どうしようか。しかし、おじはに当たっていない。当たってはいないが、おっと、ここで寝ていく。素晴らしい。しかし、おじはが襲われている。おじはう死んじゃう。おじはう死んじゃう。おじはう死んじゃう。よくない、よくない。それよくない。取られそう、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 取られそう。おじはう死んだけど。おじはう死んだけど。死んだよ、おじはう。あ、ミニデス、いつの間にか倒してるわ。ユキンコが頑張ってんじゃね？ユキンコ頑張ってるわ。マジ？あ、ナイスナイス。ユキンコ頑張ってる。すげえ。あ、でも、無理。この位置どうしよう。いや、でもユキンコ超頑張ってる。待て待て、デビルどうする。デビル、まあ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 、いや、スキルってお願い。オーケーオーケーオーケー。いいよいいよいいよ。まだある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 。スキルでスキルでスキルですぐですぐで2発目出て、オーケー、構えるね。オーケー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 。あ、よろしいよろしいよろしい。あれあるんじゃない、これもしかして。いや、でもね、相手のね、あ、けおーっと、こっちが先打っていく。素晴らしい。しかし、コラボ猫を見せていくもったいない。倒していけ。もうね、無理だ。うわー、切り札のゾンビ出てきた。倒せ、倒せ、倒せ、先。OK! ある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 。これはある、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 これはある。これはマジ。あるある、あるある大マジ。さあ、いけいけ。攻めろ、攻めろ。とにかく攻めろ。とにかく攻めろ。とにかく攻めろ。上も下も攻めろ。取れるぞ。さあ、最後はひたすまあまあボンバーだ。行くぞ行くぞ。どこら辺だどこら辺だ。ここか、同じとこか。はい、はい。あぶねえ、後ろ。超楽しい。なんか楽しくなってきたわ。いや、悪縁頑張ったな、マジで。こっちの悪縁スキル強すぎだよ。